皆さんこんにちは。バレートレーニングディレクターの井野圭一です。今日のバレエに関するテーマはプランク。プランクってバレエにあんまり役立たないって本当？というお話です。皆さん、プランクっていうエクササイズご存知でしょうか？こういうね、こう、体をまっすぐにして、体をこうまっすぐにして、こうじっとして、体幹を鍛えるっていう、ちょっと前にこう、かなり流行ったエクササイズなんですけれども、結構これね、バレエの方でも体幹を強くするっていうためにやられている方多いのではないでしょうか。でこれがですね、このプランク別に全然いいエクササイズなんですよ。全然いいエクササイズで、とてもいいんですけれども、実はですね、このプランクというエクササイズ、スポーツの世界では、実はあんまり役に立たないんじゃないか、ということが言われています。最近ですね、最近言われ始めてきたんですよ。このプランクってあんまり役に立たないよね、と。で、どういうことかというと、つまり、こういうじっとした状態、こうじっとした状態で耐えるよう、耐えておくようなスポーツ動作がそもそも存在しないっていう、ということなんですよ。もしこのプランク、このエクササイズを30秒とかできない人は、さすがに弱いので、そういう人にとっては、これを30秒耐えるとか、1分耐えるとかっていうレベルのところでできるようになっていくと、立った時とかに、あ、ちょっと体幹が強くなった気がするっていう風な、印象を持つことはできると思います。なんで、そういう方はまずこれを30秒、軽くね、耳、肩、骨盤、膝、くるぶしまで一直線にして、プランクをする。っていうのをやってみるのはとてもいいです。しかしもしですね、そのレベルを完全に超えていて、2分やってます。3分やってます。4分やってます。みたいなレベルにおいてですね、なんか最近体幹を鍛えてるんだけど、そんなに効果を感じないな、という人は、それはそうなんですよ。なぜなら、バレエにおいて、その他のスポーツにおいて、ただこれでじーっとしているっていう状態がですね、基本的にはないからなんですね。じゃあ、どうすればいいのか。どうすればいいのか。というと、プランク自体は悪いエクササイズではないので、プランクに何かバランス等々をですね、入れるようなエクササイズを入れればいいんです。つまり、例えば、プランクをして、こう足を、体がぶれないように足を浮かしてみる。で、この時ポワンとしてみたりね。足を浮かしてみたり、手を動かして、みたりとか。このように、プランクに、体幹としての強さだけを求めるのではなく、そこにバランス、スポーツ、踊りなんかではバランスがとても大事になるわけですから、ね、その時に大事なのは体が崩れないってことじゃないんですね。バランスってただバランスが崩れないのが大事じゃないんですよ。崩れたことがちょっとあったとしてもそれをちゃんと元に戻してくる。崩れても元に戻してくるっていう力がとても大事になるんです。なのでこのプランクって本当バランスいらないじゃないですか。ゼロじゃないですか。なのでバランスが必要な部分で発揮されにくいんですよ。バランスがいらないところですごく強く体幹を使うっていう練習になっちゃっているので、実際にバランスが必要なところで体幹を使おうとしてもうまく働かないですね。なのでバランスが欲しいところで体幹が使えるっていうことを踊りではしたいわけなので、プランクの中にバランスを入れて、その中で使えるようにするというエクササイズをぜひやってみてください。
なんで今言ったような手足を離すとか、でそれができたら、右手と左足を一遍に同時に浮かして見るとか、あとは例えばバランスボールですね。バランスボールこのバランスボールがありますけども、このバランスボールに乗って、ここでこうやってね暴れてみたい、こうやって暴れた時に体が元に戻ってくるようにしたりとか、そういう工夫でですね、このプランクをちょっと、30秒とか1分ぐらいはできたっていう方はですね、やってみてください。そうしないとそれ以上の進歩がなかなか見られないので、ただやっててもちょっとね辛くなっちゃうだけかもしれないです。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。プランクって本当にバレエに役に立つの、ということでお話しさせていただきました。役には立ちますよ。ただしちょっとそのやり方を考えてみてくださいね。はい、このような感じでバレエに役立つブログなども書いておりますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。チャンネル登録をして一緒にバレエに詳しくなっていきましょう。ということで皆さん幸せなハッピーバレエライフ。